皆さんこんにちは。2022年宅建士合格の取説解説講義第5回講義を始めたいと思います。担当はレクセニ講師の友次です。どうぞよろしくお願いします。さあ、それではですね、今回は、こちらになりますね。はい、第4コースの代理ですね。はい。まあちょっとですね、こちらの代理が権利関係の、最初の何て言うんですか、つまずきポイントになってしまうところがあるので、ちょっとね、本当に冒頭のところをちょろっとだけですけれども、一緒に見ていきましょうかというところになりますね。はい。代理って結構ですね、そのなんていうんですか、慣れるまで時間かかるんですけど、結構慣れるとね、ある程度ちょっと得点も取りやすいっていうところにはなってくると思うので、ぜひね、頑張って、やっていただきたいというふうに思います。はい、こちら、まず代理制度38ページのところを見ていきたいと思います。さあ、代理のところね、冒頭のところ一緒に見ていきたいと思います。それでは参ります。代理って何ですか？例えば A さんがいました。で A さんがですね、C と契約したいというふうに思っていたんだけども、A さんがですね、何かしらの事情があって、ここね、忙しかったりした場合って書いてありますけど、忙しいだけじゃなくて、例えばそのね、A が交渉とかが苦手なので、ね、交渉を全部誰かに任せたいとか、そういう場合だってありますよね。その時に別の人を立てて、私の代わりにちょっと交渉とかお願いよっていうふうにして、じゃあね、僕が行ってくるよって言って、B が、C のところに行って、契約を結ぶっていうですね、こういうのが代理、の形になります。はい。でですね、横のところに乗っけておきましたけれども、よくあるパターンとしてイメージしやすいのがこれじゃないかなというふうに思いますけれども、例えばそのね、野球選手、メジャーリーガーです。はい。メジャーリーガーがですね、やっぱり球団とですよ、契約の交渉をするわけですよ。はい。やっぱりね、そう、やっぱり年俸を多くもらいたいわけじゃないですか。ね。で、言った時に、やっぱりね、A からすればね、野球は上手なんだけども、やっぱ交渉事がちょっと苦手なんだよな、っていう風になった時には、そう、どうしますかって言ったらば、そう、メジャーリーガーとかよくね、なんか、ね、交渉をするプロの人に頼んで、それで、ね、球団とね、契約の交渉をするなんて、よく聞いたりするじゃないですか。ああいう話をイメージしていただくのが一番いいんじゃないかな、っていう風に思います。はい。だからちょっと代わりにね、やってきてもらうプロの人みたいな、そういうイメージですね。はい。これがですね、実際にじゃあ交渉するのは誰と誰ですかって言ったらば、そう、このね、交渉のプロと球団が、こうやってお話し合いをするわけですよ。はい。で、話し合いをして、じゃあね、じゃあ年俸2億でっていう風になって、ね、球団も分かりました。じゃあ2億円でっていう風になりましたと。そうすれば、はい。この人と、ね、2億円で契約が結ばれるってことですよね、どう考えても。いや、だって、この人と契約結んでもしょうがないわけじゃないですか、どう考えても。はい。だってこの人、すいません、球団と契約したところで、交渉のプロでありますけど、野球は素人ですからね。その野球の素人を2億円でね、契約してもしょうがないわけじゃないですから、それは野球のプロとね、契約しますよ、当然のことだから。ということで、そう、交渉はこっちがやりますけれども、契約はこっちで結ばれるっていうですね。はい。メジャーリーガーと球団との間で契約は結ばれますよ。ただ本人が交渉するのがちょっとね、やっぱり交渉が苦手なので、そこはね、プロにお願いしたいなっていう、そういうお話ですよね。はい。大体イメージつきましたか？やっぱり今メジャーリーガーの話しましたけどもね、じゃあなんでこれが宅建試験によく出てくるんですかって言ったらば、例えばね、その土地を売りたい、買いたいっていうふうに思った時にも、やっぱりね、そういう高価な買い物の経験がないっていうんだったら、やっぱりプロに任せたいじゃないですかっていうね、そういうところで、この代理人に宅建業者が来て、ね、相手方と交渉して、それでっていう、こういう形っていうのは結構ありますので、宅建試験にも出やすいということになります。イメージは多分これが一番わかりやすくいけるんじゃないかなというふうに思います。はい。さあ、その時にですね、まずここも言葉として覚えておいてください。はい。この A の立場のことを本人と言います。はい。これもね、次のページあたりから本人がとかって出てくるんですけど、本人って誰？そう、この人です。そしてこれが代理人、これが相手方。まあ、ここら辺はいいと思うんですけどもね。はい。で、まず最初に皆さんに、できるようになっていただきたいのは、これ問題が出てきた時に、誰が本人で誰が代理人で誰が相手方かっていうのをですね、見抜いていくっていうですね、そこの訓練を、まあ、問題集とかではやっぱりやっといていただきたいんですね。誰が本人で誰が代理人で誰が相手方なのか。だから今回で言うならば、いいですか？はい、こちらです。メジャーリーガーが、A さん。はい。で、代理人が、B さんですよね。で、そして、球団が C ですよね。はい。だから、メジャーリーガーが、代理人にお願いします。で、そして、球団と契約をします。こういう感じですね。はい。ここね、ちゃんと見抜けるようにしておいてください。ちょっと後で一個見ていきましょうかね。はい。とりあえず今、先進みます。いきますよ。この場合 B が C と契約をしますが、その契約は A と C がしたことになります。代理人が契約行為は行うんですけれども、はい、契約自体は AC 間で結ばれるということになります。はい、代理人が行ったことは本人が行ったことになります。代理人が行ったことは本人に帰属する。代理人が行ったことは本人が行ったことになります。まあ、ここはしっかり押さえておいてください。じゃあ、この代理行為が、ちゃんと成り立つためには、次の3つが必要になります。はい、それが39ページです。まず、代理権があることです。はい。例えば本人がね、代理人よろしくお願いします。代理人が分かりましたっていう風になったら、これが、はい、代理権があるってことになりますよね。それからですね、次、代理人が検明することです。はい。検明って何ですかって言ったら、ちょっと後で詳しくやりますけども、要するに、私代理人ですってちゃんと名乗ってくださいと。はい。そして代理行為が行われること。この3つが、必要になってきますよってことになります。では、まあ、この真ん中の検明って何ですかっていうところですね。検明というのは代理人が私は本人の代理人ですと相手に示すことです。はい。つまり、代理人が A の代わりに来ました。B です。よろしく。というふうに、相手に言わないと、だって思いません。いきなりね、相手方は何も知らずに、なんかいきなり B がやってきて、こんにちはーとかって来たら、こんにちは、契約してくださいって来たとしますよね。さあ、C からすれば誰と契約すると思いますか？目の前に現れた B と契約するに決まってるんじゃないですかって思いますよね。はい。つまり、こいつが代理人だって名乗らないと、私 A の代わりに来ましたって名乗らないと、C からすれば、あ、私はこれから B と契約結ぶのかって思っちゃうわけですよ。それを A の代理で来ましたって言ったら C はちゃんと、あ、なるほどね、A と私は契約結ぶんだっていうふうに認識持てるわけです。そう、つまりこれ検明をするかしないかによって、C は誰と契約を結ぶのかっていうのが、ね、分かんなくなっちゃう可能性があるわけですよね。だから検明してくださいってことになりますけれども、じゃあ検明がない場合にはどうなるんですか？そう、検明がない場合にはじゃあ絶対 B と結ばれるんですか？ BC 間ですか？って言ったらそうでもないんですよ。はい。検明をしなかった場合、C が善意無価値だったらば、つまり、この人代理人だったの？本人じゃなかったの？この人が契約の相手方じゃなかったの？知らなかったっていう善意ね、しかもそれに対して無過失、何も落ち度がないというのであれば、それは BC 間で結ばれますけれども、名乗らなくてももうあらかじめ知っていた場合です。あ、この人 A の代理人だ。そう、こいつが名乗ってなくてもこいつが知ってるんだったらいいじゃないですかっていう話です。はい。ということで、B がね、名乗ってなかったとしても C がね、この人代理人だって知ってるんだったら別にね、普通に代理の行為でよくないですかっていう、そういうお話。はい。で、そして、次。善意有価質。知らなかったとしても、うっかりがあった場合ですね。知らないことに対して過失があるっていうんだったら、それはこっち側になりますよってことです。はい。ですので、善意無価値だった場合か、そうじゃなかった場合かっていうところで結論が変わってくるので、気をつけておいてくださいというところになります。さあ、まずここまでよろしいでしょうか。イメージ的に大丈夫でしょうかね。ではですね、はい。ちょっとですね、皆さん、問題集ってお持ちですか？はい。まあ、持ってない人は、画面見ていただきたいんですけどもね。まあ、やっぱりでも、これ最初の動画でも触れましたけれどもね、やっぱり問題集とテキストは並行して使っていただきたいので、できればね、お手元にご用意していただけるのがね、一番いいとは思うんですけれども、はい。まあ、ないのであればちょっと、まあ、見てください。先ほど言いました、誰が本人で誰が代理人で誰が相手方かってちゃんと分かりますかってことです。問題特記はないです。問題特記はないんで、誰が本人で誰が、代理人で誰が相手方なのかをちゃんと見抜けますかっていう問題です。では、いきます。A が B の代理人として C との間で B 賞への土地の売買契約を締結しました。はい、それでは皆さん、誰が本人で誰が代理人で誰が相手方ですか。そう、さっきのようなこういう図を書けますかっていう、そういうことですね。はい、もちろん右側のページに書いてありますけれどもね、答えはね。はい、一応こういう図になればいいです。 B が本人で A が代理人で C が相手方になるっていうことに気づいていただければいいんですけど、これどうやって読み取るのかっていうところなんです。そう、代理のところの最初の難しさって、この図が書けないっていう場合が多いんですよね。まずこの図を書けるようにしておくことが、まず最初の第一歩になるんですよ。はい、ではいきますよ。A が B の代理人として C との間でうんぬんかんぬんとあります。実は一番最初に決まりやすいのって代理人なんですよ。 A が代理人としてって書いてあるじゃないですか。 A が代理人として、そう、だからまず代理人のとこに A って置いちゃうんです。はい、ここが一番最初に決まりやすいです。じゃあこの A は誰から、依頼されてるっていうことなんですよね。誰から依頼されてる？そう、 B の代理人としてっていうことになりますよね。あ、 B が依頼してるのね。じゃあこの人は B の代わりに働いてる人なのねってことになるので、次に B が本人だということがわかるわけです。はい。で、そうすると次です。はい、C との間で契約を結びますって言ってるわけですから、そう、C が相手方ってことになりますよね。はい。こういう感じで代理人、本人、相手方、この順番で見ていくと見やすいのではないかなというふうに思います。はい、ですのでちょっとね本当に代理のところって最初のところめちゃくちゃ大事になりますので、しっかりとね、ここのところまずはこういう図が書けるかどうかというところをちょっと意識してね、学習してみるといいのではないでしょうかということになってまいります。はい。さあ、ちょっとその代理のところは、触りの部分だけでしたけれども、まず、ちょっとね、ここで、しっかり代理行為の基本のところを、まずその38ページ、39ページで押さえてから、ちょっと代理は本当にゆっくり勉強していった方がいいと思います。ですので、一つ一つのところを丁寧に、学習していって、いただければいいかなというふうに思います。それではですね、今回、触りの部分だけではありましたけども、代理、ちょっといいスタートが切れるといいかなというふうに思います。それでは、今回はこの辺にて終了したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、お疲れ様でした。